おい、お前ら、年越しラーメンできたぞ。で、三人とも寝ちゃったのかよ。それに偽装も解けてるし。やっぱり、こたつの魔力は宇宙最強なんだな。っていうわけでさ、これ食ったら初詣に行こうぜ。初詣？クリスマスにシグにちょっと話したけどさ、一年の始まりに神様にご挨拶に行って、その年の幸福を祈願するんだよ。マヒルたちの神様なのか？お前たちの種族の神様がどんなのかは知らないけど、俺たちっていうか、みんなを見守ってくれてる感じかな。え、視聴者さんのこと？いや、うん、それもあるけどな。じゃあ、控えて準備したら行こうか。はい。花火楽しかった。うん、楽しかったね。ザム、お前またすだらけになってたな。今日はお正月だから特別に打ち上げさせたんだけど。そうだ、父さんがお年玉あげるから、また遊びにおいでって言ってたよ。お年玉？何かの玉を落とすの？いや、お正月に子供がもらえるお小遣いみたいなもんだよ。そうなんだ、安心したよ。なんで安心なんだよ。じゃあ一眠りしたらまた家に行くか。そうだ、マヒル。うん、何？明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。僕も、明けましておめでとう。あ、忘れてた。明けましておめでとうございます。今年もたくさんいいことあるといいな。うん、またダンスの練習しとけって言われたけどね。え、そうなんだ。マジか。僕、そろそろ寝るね。僕もおやすみなさい。俺はまだ眠くないし、初日の出でも見ようかな。俺も一緒に見るよ、マヒル。じゃあバルコニーに行こうぜー。